作戦は成功でしたね。適応型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の。ナインエス。はい。ありがとう。最後に、私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分、あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶は、あなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群より、アンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお、決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たち、ヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての、役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。調整お願いします。
僕の声が聞こえるように調整お願いします。これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 え、何でしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん。あ、いや、 2B。 データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。2B か、メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ？
専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。トゥービーさん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。
地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。予測。当該地帯の敵による通信妨害。
予測、当該地帯の敵による通信妨害。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。ふーん、でっかいイノシシとかいたりして。
開始。報告終了。
ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。目標地点の情報を入手。マップにマーク。
入手。システムメニュー上で表示。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター 6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。
よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞、彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認、しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。
リーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポッド042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、 2B さん。Thank you.
君たちがヨルハか。話は聞いてるよ。この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくれ。ただ砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったらここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？何か交換していくかい？人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。推奨。当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。
昔、人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。
あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。Yeah.
せるもの。いずれ。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。
どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。そこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。
ンドロイド？違う、こいつ機械生命体です。あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。ズビー、脱出しないと。
あの横穴から逃げられそうです。できたら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。これで一段落しましたね。 2B、 ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。